ラクが吹いてもハげない国産仏壇和島漆器仏壇店の永田高規でございます。えっ、ー、と今ですねあの看板と熊本上りですねあの出しました、えー。まだ結構今雨が降っております。えー、本当ですねあのただですね今日はですね朝3時から起きてですねあのマスコミさん明日ですね熊本仏壇海岸放送式と東京横山家愛犬ラッキーちゃん 一周期放送いたしますので、そのマスコミさんにプレスリリース、告知ですね、いたしました、えー。やっぱりですね、朝早く起きるとです、あのお酒をやめているとですね、朝早く起きれますね。あの夜明けの9時ごろ寝たんですけど、えー、3時に起きれました。やっぱりあのお酒を飲んでる時は内臓がですね、ずっと働いてるんですかね、起きれないんですよね。やっぱりおぼぼで アルコールが入らないことによって熟睡ができるんですね。ですから6時間でも起きられたと。ああ、これは新しい発見だなと思いました。まあ、これからもですね。お酒を抜いて禁酒。まあ。もうお酒は卒業したいと思います。<laughs> あの、鳥とぶれもない話で誠に失礼いたしました、えー、今日も一日頑張ります。